お世話になります、ひとりでございます。本日金曜日ということは、そう、期間限定レードが更新されました。今月もまた月替わりのレードはなかったですね、更新で。ですから今度からは多分金曜日から3日間のレードがちょくちょく来るっていうだけになっちゃいそうですね、レードの更新は。で、今回出現するポケモンは不思議花ガマゲロゲニョロトのグレッグルでございます。つまりカエルですね。今6月なので、まあ梅雨だから、まあカエルの時期だからってことですかね。なので名付けるならゲロレードですね。で、このゲロレードではなんとニョロトノが色違い確率アップということでございます。こりゃいいっすね。まあただ私不思議バナの方が良かったけどね。まあそれは言ってもしょうがないので、色違いのカエル捕まえていきましょう。はい、でやり方についてはいつも通りですね、不思議な贈り物からワイルドエリアニュースを受け取るということで、はい、 OK ですね。これで完了でございます。あとはただ入れていくだけですので、出現場所ね、いつも通りどこでも出ると思いますので、これ前のレイドのもやったまんまだったんですけど、まあそのまま行っちゃいましょう。違うね。お、来たんじゃないこれ。ただこれ星さんのカエルさんですね。一応色違いが出やすくなってるのは星5らしいので、まあこれはスルーしていきましょう。で、スルーの仕方については、まあ日付変更バグですね。みんなで挑戦をして、オンボタンを押して、それで設定で一日進めるってやつですね。まあこれはイベントレイドのポケモンがね、出る数じゃないと、できないので、そこはねご注意ください。まあ知ってると思いますけどね、そんなのわざわざ説明するまでもないと思いますけど。そしたらば、また開いたら来ましたね、ガマゲロゲロですね。まあとりあえずこいつやってみましょうか。あのどんな報酬出るか知りたい方もいると思うので、色違いの前にサクッと処理ましょうか。まあその前に一応ここまで変更したら対戦前にレポート書いておいた方がいいですね、念のためね。で、一人で挑戦でやっていきましょう。わあ、いいカエルですね。あ、バリア4つなんだ。結構少ないっすね。楽っすね。うわ、ただ地震使ってくるのきついな。うわ、濁流も使ってくるから全体攻撃2つもある。うわ、やられてる。よし。まあ、普通に、まあ、倒せますね。ちょっと強かったけど。ダイブボールでいけ。はい、来いよ。来てよ。ちょっと頼むよ。捕まえれないのとか、そういうのいいから、そういうノリ、良くないよ、本当に。おい、マジかよ。マジかよ。いや、それないわ。それないわ。だいたいこれこういう風に言っといて全然余裕で捕まえられるってパターンが最近多かったのに、普通に裏切られた。しかもそんないらないポケモンなのに。いらないポケモンって私にとってですよ、別に持ってるからっていう意味ですよ。このポケモンが悪いってことじゃなくて、まあいいや。で、報酬は普通ですね。やっぱ普通だったわ。ダイマックスアミ2個、鎧鉱石、鉱石2つ、あんのいいっすね。どっちも1個ずつあんの。万事の実、ウブの実。私はウブだってことがこれを示してきたのか。まあいいや、そんなのどうでもいい。次行こう。はい、まあ捕まえれなかったら残念ですけど、まあこっから色違いニョロトノ捕まえていきたいと思います。まあこっちが本番なんだよね。さっきのはウォーミングアップですよ。うわ、紫出てくるという最悪な状態ですね。もちろん出てこない。あー、お、来た。いいんじゃない。なのでここでもまたみんなで挑戦をして、ポンボタンを押して日付変更バグでね、変えていきましょう。それでニョロトノのね、5つ星出るまでやっていきたいなと思います。今回結構ね、出るポケモン多いから、その5つ星のニョロトノにたどり着くだけで結構大変なんじゃないかなと思うんですが、多分ね。うわ、でっけえ不思議花、かっけえ。こいつは色違い出てほしかったけど、まあいいや。頑張って5つ星ニョロトノを出していきたいと思います。あー、これ巨大マックス不思議花も出るみたいですね。普通の不思議花も出るけど、こいつも出ると。うわー、すごいな。でもこれ出るのに 4,5 分はかかりましたから、まあ確率的にかなり低いですね、こいつ出んの。いや、ニョロトロが全然出ねえんだけど、頑張ろう。よし、やっと出てきた。まあやっぱ数多いからか、いや多分10分ぐらいかかったかな。結構時間かかっちゃいましたね。で、出たら必ずレポート書いておきましょうね。で、それであとはチェックするだけです。来るはず。こいつ色違いパッとわかるからね、多分。あー、無理か無理か、無理だよね。それは無理なんだよ、分かってんだよ。でも期待しちゃうんだよ、人間だもの。だってしょうがないじゃないか。まあで、違ったらリセットするしかないっすね。はい、でリセットしたらまたみんなで挑戦やって、本ボタンでね、日付変更バグやって、別の5つ星のニョロトノ出していきます。これマジしんどい、全然出ないっすよ。これかなり頑張ってください、皆さんもやるとしたら。いや、こんな普通に捕まえるの絶対無理だぞ、これ使わないと。マジだよ、不可能だと思う。鬼畜にも程があるよ、多分。 OK。 で、また出てきたらレポート書いてね。それだけで OK です。あとは見てくだけ。そろそろ来てくれ。2回目で来てくれたらもう私はハッピー。無理だ、それは分かってる。だが苦しい。はあ、ああ、ふぅ、おい、もう、ふぅ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 、ダメだ、おい、あーはー、もうダメだね、ふぅ、
難しい。あーもうダメ、全然ダメ。もう無理、やだ。お前もうやだ、やりたくねえ。マジかよ、笑っちまうよ。やだ、もうやだ。いやーマジか、マジ来ない、マジで来ねえ。頼むよ、本当に。よし、おー来た来た、よっしゃ来た来た来た、やっとだよ、ペロパルキャンディー色。いやー来た、ようやく来た。めちゃめちゃいい色だ、こいつは大好きだ、もう惚れた。いやもう疲れすぎて、ふぅ、もうよ喜びがあんまないわ。かかった時間は4時間とかそんぐらいかな。すごかったな。ガリョテンで倒していきましょう。うわ貯水だよ、貯水なのに。おいマジでふざけんなよ、水タイプで攻撃しやがった、きついな。オッケー倒してくれた、よかった。何度か勝てた。大武房で行きましょう。今回時間かかったからね、ちゃんと捕まってほしい。本当に一発目とかで出てきたらもう一番最悪なんだけど、それはさすがに免れた、免れてほしい。全部出るの免れて、免れて、免れてくれた、ありがとう、本当ありがとう。もうこれ以上持たなかった、体がもうマジで吐き気がしてる今。ようやくだよ。うわめっちゃいい色すげえ色、めちゃめちゃいいねこれ。アイテムはやっぱ一緒っすね。ケーキアメ L2 個、XL1 個、鉱石1個ずつ、真珠ですね。真珠なかったな、さっき。大きな真珠もあるから、やっぱ水に関連するからかな、これは。ちょっとよくわからんけど。はい、ということで見ていきましょう。これちょっと個体値見れないんですけど、別のデータなんでね。ちょっとそこごめんなさい。ニオロットのレベル60のオスでございます。色めちゃめちゃ最高。で、特性貯水で水タイプの技を受けるとダメージを受けずに回復するということで、これは夢特性ではないですね。まあまあ。いいでしょう。で、ハイドロポンプ、ウェザーボールのしかかり、大地の力ということでございます。まあ、普通の技かな。で、ずぶとい性格でいたずらが好きということで、リボンは当然持ってないですね。こいつはね、先ほども言いましたけど、味方に水タイプポケモンとかいたら、相手、貯水だとマジできついんで、そこだけめっちゃ注意が必要っすね。それマジでうざいっすからね。はい、ということで、今回は、ニョロとの色違い、捕まえさせていただきました。まあ、他にもね、カエル系出るということで、巨大マックス不思議花とかも出ますのでね。まあ、今更本当、欲しい人いないかな。でも、こいつの色最高なんでね、まあ持ってない人はゲットしましょうよ。ただこれは何回も言いましたけど、戦う際は相手貯水なんで、マジ味方 NPC がちょっとひどいとマジできついんで気をつけてください。こんなによロトの剣欲しくなったことは初めてだったよ。